ピアノソナタ AA。艦長は、イーゴリストラビンスキーが1903年から1904年にかけて作曲したピアノソナタ。ニコライ・リヒテルへ検定された。このピアノソナタは作曲者の書類入れの中に収められていた。一緒に入っていたのは、彼が作曲家になろうという野心について詩であった、ニコライ・リムスキー・コルサコフに相談していた時期に書かれた。 ごく短い作品であるピアノのためのスケルツと団調である。そなたが書かれた場所は、ほとんどがサンクトペテルブルクであるが、一部分については、サマラ州パブロフカでも筆が進められた。そなたとスケルツはいずれも、同輩のピアニスト、作曲家であったニコライ・リヒテルに検定された。リヒテルは本作を1905年に、リムスキー・コルサコフへ主的に弾いて聞かせた後、 同年のうちに初演として公開で披露している。ストラビンスキーの生前は公共曲第一番以前に書かれた楽曲について、奏功が最後まで作曲者の手元に残っていた戦争に行くキノコを例外として、彼が1914年にロシアを後にした時にすべてが散逸したものと考えられていた。ストラビンスキー自身は自助伝の中で本作について、 失われた、幸いにも失われたそなたと述べているが、これは彼がこの作品をベートーベンの模倣に過ぎないと考えていたためである。ストラビンスキーは1962年に帰国して、モスクワとレニングラードを訪れているが、その際にも本作を含む彼の初期作品の多くがレニングラード州立図書館に保管されていることは本人に伝えられなかった。そうした作品群は、 最終的に1973年に作として出版されるに至る。しかしながら、このソナタは後に残された作曲者の妻ベラらでボセットが出版を認めるまで世に知られないままであった。4楽章制となっており、最後の2つの楽章はアタッカで結ばれている。演奏時間はおよそ25から30分。楽章の構成は以下のようになっている。アレグロ。 AA 単調、4分の4秒子、スケルツォ、イチョウ調、4分の2秒子、アンダンテ、ロ単調、8分の6秒子、フィナーレ、アレグロアンダンテ、A A 長調、4分の2秒子、特に両単楽章は、キビキビした普天リズムが中心となっており、後の新古典主義を予感させるものとなっている。ありがとうございます。